なんか人が住んだ痕跡は。なあれ、あれ？一回食べるわ。あれ？え、すごっ！デザイナーズハウスじゃん。え？お、え？あいつなんでニートやってんの？ああ、元気に生きるんだよ。すごい、海瀬よつはさんを感じるメッセージですね。なんか、振りまいてるんだね。え、このさ、才能をもってして小清水徹ニートゲーマーやってんの？建築家とかになりなよ。ねえ、だって全然今からリフォーム番組とか始まりそうだもん。リフォームが番組とかさ、なんかあの主婦対決とかさ、アメリカがやるさ、なんかねえ、家を舞台としたさ、エンタメが行われそうだもん。すごっ。あ、ニートだからこそのこだわり。このプールの中のさ、光るやつとさ、排水口がちゃんとつけられてんの、すごい。人んちのプールに一回勝手に潜るのやば。まあ、オウム、セロリって言うんだ。いつか食べるのかな、じゃあ。かわいい。こっちは？あ、いいね、セロリとパセリでね。かわいい。これ寝れたりするしないか。でもこれあれいいよね。こうやって、ね、今日もいい景色だな、みたいな感じで座るやつだよね。すっごっ！すごく、あ、あるあるある、なんでここに置いたみたいな植木鉢っておしゃれな家にあるよな。でもなん、カブラギだったら絶対そこに置く発想がないのに、そこに置かれることによって一気におしゃれ度が上がるんだよな。すごいよな。だってランタン直置きしようって思わんもん。すごっ。あ、隅っこにね、木置きがち、おしゃれ。これだってさ、建築上これって絶対なくていいのにさ、これをだってさ、絶対なくていいのに、このもじゃもじゃを置くことでさ、毛足の長い絨毯を表現するのすごくない？すごくない？ちょっと冠城リカシーの家を見てた時の10倍ぐらい喋ってるけど今。これ？待って。え？古墳、あ、古墳じゃないって、みんなほら古墳じゃない、な、な、なにこのドア、襖みたいな、ん、なにこれ。何、長めのふんどし、何が書かれてるのこれは。え、待って、リカシーこんなとこに住んでんの。え、カブラキの家よりひどいじゃんねえ。あ、痛い。攻撃力も高いし、ドアを開けてパンだけ食べる。そうなんだ。ちょっと待って、鉄を持たぬカブラキの家より。なるほどね。いやでもまあ、人の家を笑うのってよくないから、やっぱ。あ、ほら、オウムもいるよ。だってオウムなんか見たことないんだもん、カブラキこの世界で。あ、そうなんだ、リカシーのベッド触っとこう。へへ、番犬いるんだ。うん、ちょっとすいません、お邪魔しまーす。ほんとだ、こんにちは。多い、生き物は多いんだ。こっから入るのが正規ルートなわけないよな、さすがにな。あ、オウムがたくさんいる。あ、ここもじゃん。そう、人が住む場所じゃないけど、え、ここが本拠点なの？じゃ、あ、家になる予定の場所ね。オッケー。じゃあ大丈夫。もうだからあれよ、始まったばっかなわけ。これは発展途上じゃんねえ。いやだっておしゃれで可愛くてさ、ねえ、メイクとさ、ねえ、野球とが大好きでさ、あ、勝手に見ちゃった、ごめんなさい、が大好きでさ、あのね、可愛いリカシーがさ、ねえ、これをさ良しとするわけないんだから、絶対そんなわけないんだから。うん、いやー、びっくりした。予定ね、
オッケーオッケーオッケー、とりあえずベッドだけ置きましたと。でこっから増やしていくための基礎だけ固めましたよと。オッケーオッケーオッケー。